2005年松坂の成績、松坂が切れるのも納得。やっぱ勝ち星って欠陥指標だわ。勝敗になければ沢村賞クラスやな。関東よりも勝ち少ないって。ガチのマジで守備がひどすぎたのか、則本みたいに肝心なとこで打たれる癖があったのか。この試合を先発完投し、防御率 2.36 ながらリーグワーストの9敗目を喫した松坂は思わず、誰も言わないから言います、今に始まったことじゃないですけど、球際に弱い選手が多いし、一つのプレーが軽すぎる、相手の守備を見て何も感じないということはない、と怒りをあらわにした。これは切れてもいい。内野ひどすぎて草。生え際が弱い選手がいますね。25歳でこれ言った松坂すげえ。守備うまいのカブレラと赤田くらいかな。これは投手切れるわ。当時松坂が叩かれたけど、和田って守備範囲は狭いけど、クッションボールの扱いとかクソうまない。西武時代の和田は守備範囲も言うほど狭くないし、クッションボールもたつかないし、送球も安定してた。それなりにうまかったと言っても過言じゃないで。和田は元捕手やからスローイングうまかったよ。実際捕殺多かったし。ピッチャーでは 7.7 は草。やっぱレジェンドだわ。28試合のうち27試合で勝ち負け作ってすごない。西口は防御率 2.77、 172回で17勝5敗。この頃の先発って誰がおったっけ。フォア氏とか、西口、川原、石井隆、フォア氏、大沼、涌井。濃いメンツで草。でも7回で降りてたら10勝12敗みたいな成績になってそう。森豊田も微妙な年やし。この頃から中継ぎ怪しくなってたような気がする。正論やけど、ここまではっきり言える選手今おらんよな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。